吉原亜美のモテの法則、今日も見ていただいてありがとうございます。吉原亜美です。はい、私は普段というか、まあ火曜日から土曜日まではみっちりエステティックサロンという形でエステティシャンとしてお仕事をさせていただいているわけなんですが、毎年この時期になってくるとお客様の中に現れてくるのが暴食による肌荒れというものを起こす方たちです。でやっぱりね、この時期、まあ、忘年会、クリスマスパーティー、そしてスイーツビュッフェ、それからあとからのお正月で豪華なご飯を食べ、バレンタインが来てっていう形で、本当にこう限りなくイベントって続いてくるわけですよ。で大量に普段食べないようなものを食べたり、どうしてもジャンキーなものが続いたりってしてくると、自然と腸の中が荒れてしまって、それがお肌に壁面に現れてくるという、そんな感じになっていきます。で今日は、暴食続きの方におすすめしたいプラマイゼロの美容法というものをお伝えしていこうかなと思いますので、まあ、この年末にかけて、そしてバレンタインに向けてたくさん食べる予定がある方たちはぜひ取り入れてみていただけるといいんじゃないかなと思います。はい、プラマイゼロの美容法その1、食べると分かっている予定の日ってありますよね。その日の前日、当日、そして次の日、この3日間はできるだけ限りなく節制をしておくというところなんです。例えば、明日ご飯に行くっていうのが分かっている場合、今日、明日、明後日のこの3日間は野菜スープとかお野菜、温野菜ですねを使ったお料理、そしてできるだけ和食にするとか、カロリーも少なめ、そして何よりもお野菜多めのお食事にしといていただく。でこの3日間は特に甘いもの、油もの、お酒類、こういったものはできるだけ控えていただく。もうね、できるだけ限りなくっていうとこの話になってくるんですが、そうやって連続して油物、ジャンキーなものを体に入れないっていう風にしていくと、腸もそれなりにちゃんと働いてくれて、消化酵素というものも適面に動いてくれます。でやっぱり食べるものがたくさんあると消化酵素っていうのが大量に増えてしまって、代謝をする酵素の方が働きが悪くなっていくんです。そうすると、まあ、太るとか代謝しないから肌荒れになる、ニキビにつながるって言ったような感じでトラブルっていうのを引き起こしてくるので、ぜひ、食べに行くと分かっている日の前日、当日、そして次の日、この3日間は極力節制をしてみてください。そしてその2、急に約束ができてご飯に行く、飲み会に行くとなってしまった場合、した方がいいことは、もちろん朝出勤して夜行こうっていうのが分かったんであれば、朝昼夕方ぐらいまでは節制された方がいいです。ただ急遽もう帰り際に今から飲みに行こうよみたいな感じになってしまった場合は、その日のお食事が例えばお鍋だったらお野菜を中心に食べていただく、イタリアンだったらサラダとか、お野菜をたくさん使ったような前菜をメインに食べていただく。でお肉だった場合も同様で、お肉を一口食べたら野菜を一口、お肉野菜、お肉野菜みたいな感じで交互に取っていっていただく。あとはお酒を普通に飲むってなった場合、乾杯でビールを飲んだらその次飲むのはソフトドリンク、水、お茶のどっちかです。そしてまたお酒を飲んで水、お茶、お酒飲んで水、お茶、飲んだ気にならないかもしれないけれども、後から後悔する可能性は高いので、できるだけ、まあ、ご自身でできる分でいいと思うので、体に良さそうなもの、悪そうなものを交互に摂るようにしていかれるのも一つかなと思います。そして3つ目、例えばスイーツビュッフェに行くとなっている時にね、まあ、前後節制もできませんでしたという状況になってしまった場合、
例えばスイーツを食べるときにいただくコーヒーとか紅茶に関してはお砂糖を省いていただく。で、スイーツでお砂糖を取ったら飲み物ではお砂糖を取らないみたいな感じでプラマイしていくと、飲会とお砂糖に関するトラブルっていうのは防げることも多いです。まあ、もうとにかくね、プラマイゼロの美容法っていうのは悪いことばっかりをどんどんやるんじゃなくって、これやったら体にいいかな、肌にいいかなって思いつくようなものを悪いだろうと思うことと交互にやっていくっていう、そんな感じなんです。で、そのバランスが取れていたり体にいいことっていうのが増えた場合は、肌荒れも起こさず便秘になったり、ニキビができたり湿疹が出たりアトピーがひどくなったり太ったりっていうことも防いでいけるんじゃないかなというふうにおすすめをしていっております。さあ、簡単に3つほど例題を出しながらお伝えをしましたが、プラマイゼロの美容法、簡単にねできると思うんですよ。ほんとちょっとした意識でできることなので、ぜひ取り入れていただくといいんじゃないかなと思います。そして余談として私がよく心がけているのは、例えば焼肉をフルコースで食べたその後にちょっとお口直してスイーツが食べたいとなった場合ね、砂糖どうするとか、炭水化物どうするとかっていった形で、その栄養区分ってありますよね。ビタミン C とか、まあ分かんなかったら本当は油分、糖分、炭水化物、プラスチック油みたいな感じで構わないので、その栄養区分で言葉にしていくと、なんかね、なんて言うんだろう、スイーツを食べる、甘いものどうするって聞くより、糖分と炭水化物どうするっていう話になった方がやっぱやめとこうかなって思えたりするんですよね、私の場合は。なので、まあ、いろんな節制とかプラマイゼロが難しい方は、そういう栄養区分で会話をしてみるっていうのも一つの美肌法じゃないかなというふうに思っています。まあ、この12月そして2月にかけての約3ヶ月間は本当に食べるものが多いし、イベントが目白押しとなってくるので、楽しいことが終わった後に肌荒れして落ち込むとか便秘になって苦しい思いをするとかっていうのを防ぐための方法なので、ぜひ取り入れてみてください。